2チャンネルの怖い話、古い橋の影。俺が大学生の頃、夏休みに地元の友人たちと心霊スポット巡りをしていた。地元には、影の橋、と呼ばれる古い吊り橋があり、そこは昔、多くの人が命を絶った場所だという。夜中になると橋の上に影が現れ、その影を見た者は不幸になると噂されていた。ある晩 友人たちとその橋に行くことにした。月明かりだけが頼りで、橋の周囲は不気味な静けさに包まれていた。橋に近づくと、木々が風に揺れ、不吉な音を立てていた。俺たちは恐る恐る橋を渡り始めた。橋の中央に差しかかったとき、友人の一人が、何か見える、と言い出した。振り向くと、 確かに橋の向こう側にぼんやりとした人影が見えた。その影はゆっくりとこちらに向かって歩いてくるようだった。恐怖に駆られ全員が橋を渡りきる前に一斉に逃げ出した。無事に橋を渡りきり息を整えながら振り返ると影は消えていた。全員が恐怖で震えていたがそのまま帰るわけにはいかずもう一度橋を渡ることにした。 今度は慎重に進んでいったが、再び影が現れた。影はまるでこちらを追ってくるかのようだった。翌日、地元の図書館でその橋について調べてみると、過去に多くの人が命を絶ったことがわかった。その中には、橋の上で突如現れる影に引き込まれたという記録もあった。俺たちは二度とその橋に近づかないことを誓ったが。 影の恐怖は心に残り続けたそれ以来橋のことを思い出すたびに不気味な感覚がよみがえる夜中に夢で橋を渡ることがありそのたびに影が現れる君ももし影の橋のような場所に行くことがあれば十分に気をつけたほうがいい何が待ち受けているかわからないし戻ってこれる保証はないから 2チャンネルの怖い話。雨の日の訪問者。俺が社会人になって数年たった頃梅雨の季節に奇妙な体験をした。ある夜、激しい雨が降り続いていた。仕事で疲れて帰宅し、シャワーを浴びてからリビングでくつろいでいると、突然インターホンが鳴った。時計を見ると午後11時を過ぎていた。 誰だろうと思いながらモニターを確認すると、画面にはずぶ濡れの女性が映っていた。彼女は薄い白いワンピースを着ており、髪は顔に張りついていた。俺は不審に思いながらも、傘を持っていない彼女を見て玄関のドアを開けた。どうしましたかと声をかけると、彼女は無言でこちらを見つめていた。顔色が悪く、まるで幽霊のようだった。 困惑しながらも、家に入れるわけにはいかないので、傘を持ってくるので少し待っていてください。と言い残して奥に戻った。傘を持って玄関に戻ると、彼女の姿は消えていた。奇妙に思いながら外に出てみると、あたりには誰もいなかった。雨はまだ激しく降り続いており、道路もびしょ濡れだった。その夜なかなか眠れずにいた俺は、 翌日同僚にその話をした。すると、同僚は驚いた顔で、それ、呪われた訪問者かもしれない、と言った。彼は続けて、昔、この辺りで事故があり、亡くなった女性の霊が雨の日に訪れるという噂がある、と話してくれた。それ以来、雨の日にインターホンが鳴るたびに恐怖を感じるようになった。ある晩 再び雨の日にインターホンが鳴った。モニターを確認すると、同じ女性が映っていた。心臓が凍りつきそうになりながらも、無視することに決めた。翌朝、玄関に出るとドアノブに古い傘がかけられていた。その傘は見覚えのないもので、手に取ると冷たい感触がした。恐怖が増し、すぐにその傘を捨てたが、 何か不気味な気配が家の中に残っているように感じた。その後、地元の神社でお祓いを受けることにした。神主は、その女性の霊は未だ成仏できていない。彼女の魂を鎮める必要がある。といい。丁寧に供養を言ってくれた。それ以来、奇妙な訪問者は現れなくなったが、雨の日になると冷や汗が流れることがある。君も。 もし雨の日に見知らぬ訪問者が現れたら、慎重に対応することを勧める。何が待ち受けているかわからないし、戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話、消えた絵画。俺が大学生の頃、美術館でのアルバイトをしていた。その美術館は歴史が古く、数々の有名な絵画が展示されていた。ある日。 館長から特別な絵画が寄贈されたと聞かされその絵画を見せてもらったその絵画は失われた魂と呼ばれるもので古い洋館の一室が描かれていた奇妙なことに絵の中にはかすかに人影が見えるようだった館長はこの絵には不吉な噂があるが展示する価値はあると言った 俺は少し不安を感じながらも、展示の準備を進めた。絵画が展示された翌日から、美術館で奇妙な出来事が起こり始めた。夜になると、警備員が、誰かが歩いている音がする、と言い出した。俺も夜間の見回りを任されることになり、絵画の前を通るたびに寒気を感じた。ある晩。 見回り中にふと絵画を見つめると、絵の中の人影がはっきりと見えるようになっていた。驚いて館長に報告すると、艦長は、この絵は見る人の魂を引き込むと言われている。と話してくれた。俺はその言葉を聞いて恐怖を感じ、翌日には辞職を決意した。しかし、辞職する前にもう一度絵画を確認しに行くと、 絵の中の人影がまるで俺に手を伸ばしているかのように見えた。急いでその場を離れ、艦長に絵画を取り下げるように訴えたが、艦長は聞く耳を持たなかった。数日後、美術館で展示されていた他の絵画が次々と消えていくという事件が起きた。警察も調査を行ったが、手がかりは見つからなかった。唯一残っていたのは、 失われた魂だけだった。その後、美術館は閉館を余儀なくされ、俺は楽しごとを探すことになった。数年後、その絵画が行方不明になったと聞いた。誰が持ち去ったのか、絵画の中に何か描かれていたのか、今でも謎のままだ。君も、もし奇妙な絵画や不気味なアートに出会ったら。 慎重に対処することを勧める。何が潜んでいるかわからないし、魂を引き込まれるかもしれないから。2チャンネルの怖い話、異界の郵便、俺が大学生だった頃一人暮らしをしていたアパートでの出来事だ。ある日、郵便受けに見覚えのない古びた手紙が届いた。封筒には俺の名前が書かれていたが、差出人の名前や住所は無記名だった。興味本位で手紙を開けてみると、 中には奇妙な内容の文章が綴られていた。手紙には、あなたを待っている。と書かれており、場所の詳細な地図が添えられていた。地図を見た瞬間、背筋が凍った。そこは、かつて俺が幼い頃に迷い込んだことのある森の中だった。その森には、琴海への入り口、ガールという伝説があり、地元では恐れられていた。好奇心に勝てず、地図を手にその森に向かうことにした。森の入り口に着くと、 薄暗い雰囲気が漂い不気味な静けさがあった地図の指示に従って進むと途中で古びた小屋が現れた小屋の扉は半開きで中からかすかな光が漏れていた恐る恐る中に入るとそこには古い家具や本が散乱していたそして一冊の古びた日記が目に留まった日記を開くとそこには異界からの死者と書かれたページがあった内容を読んでいくと その死者が人々を怒りに連れ去るという恐ろしい話が綴られていたその時背後から冷たい風が吹き抜け振り向くと小屋の奥にぼんやりとした人影が見えたその人影はゆっくりとこちらに近づいてきた恐怖で全身が震え日記を手に小屋を飛び出した外に出ると再び地図が目に入りそこには「戻れ」という文字が追加されていた急いで森を抜け出し家に戻ったが手紙や地図のことが頭から離れなかった 翌日、再び郵便受けを確認すると、同じ封筒が入っていた。今度は、あなたは選ばれた。という内容だった。恐怖が頂点に達し、すぐに引っ越しを決意した。新しい場所に移った後も、あの手紙や地図のことが夢に出てくることがあった。何かに見られているような感覚が抜けず、異界の死者がまだ俺を追っているのではないかという恐怖が続いた。君も、もし見覚えのない手紙や奇妙な地図を受け取ったら、 決して無視せず慎重に対処するることを進める何が待ち受けているかわからないし、異界に引き込まれるかもしれないから。2チャンネルの怖い話。消えたトンネル。俺が大学生の頃心霊スポット巡りが好きだった友人たちと、消えたトンネル、と呼ばれる場所に行った。地元では、そのトンネルに入ると二度と出てこられないという噂があった。興味をそそられた俺たちは、 夜中にそのトンネルに向かった。トンネルは山奥にあり、廃墟のような雰囲気だった。入り口はつたに覆われていて、長い間誰も入っていないことが分かった。懐中電灯をお手にして、俺たちはトンネルの中に足を踏み入れた。内部はひんやりとしていて、湿気が漂っていた。進むにつれて、不気味な静寂が増していった。しばらく歩くと、 突然友人の一人が、誰かいる、と言い出した。振り向くと、トンネルの奥に人影が見えた。その影はじっとこちらを見つめているようだった。恐怖が遅い、俺たちは一斉に出口に向かって走り出した。外に出て振り返ると、人とは消えていた。恐怖で全員が震えていたが、そのまま帰るわけにはいかず。 もう一度トンネルに入ることにした。今度は慎重に進んでいったが、突然耳元で、戻れ、という囁き声が聞こえた。全員がその声を聞き、再び逃げ出した。翌日、地元の図書館でトンネルについて調べると、そのトンネルは昔、列車事故が起きて多くの人が亡くなった場所だったと分かった。以来、 その霊がトンネルにとまり、入った人々を引き込むという噂が広まったという。俺たちは二度とそのトンネルに近づかないことを誓ったが、その後も夢にトンネルの光景が現れることがあった。ささやき声が耳に残り、冷や汗が流れることもしばしばだった。数年後、トンネルは封鎖され、立ち入り禁止となった。それでも、 トンネルの周辺では奇妙な現象が続いているという噂が絶えない。君も、もし不気味な場所や心霊スポットに行くことがあれば、十分に気をつけたほうがいい。何が待っているかわからないし、戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話、深夜の廃駅、俺が大学生だった頃、友人たちと廃駅を探検するのが趣味だった。地元には、呪われた駅。 とと呼ばれる廃駅があり、そここにに行くことにした。地元の噂では、その駅に近づくと奇妙な現象が起きると言われていた。ある晩、俺たちは車でその駅に向かった。駅に到着すると、古びたプラットフォームと錆びついた線路が目の前に広がっていた。駅舎は崩れかけており、風が吹くたびに不気味な音が響いた。懐中電灯を手に、俺たちは駅舎に入ることにした。駅舎の中は埃っぽく、古いポスターや切符が散乱していた。 友人の一人がここ、本当にやばいな、とつぶやいた。その時遠くからかすかな列車の音が聞こえてきた。廃駅だから列車が来るはずはないのに、不思議に思いながらも外に出てみた。プラットフォームに立つと、古い蒸気機関車がゆっくりと近づいてくるのが見えた。驚きと恐怖で動けなくなったが、その列車はまるで幻のように消えていった。全員が顔を見合わせ、何が起こったのか理解できなかった。その夜 夢の中で再び廃駅に立っていた。今度はプラットフォームに立つ人影が見えた。彼らは無表情で、ただじっとこちらを見つめていた。目が覚めると冷や汗でびっしょりだった。次の日、友人たちも同じ夢を見たことが分かり、全員が不安を感じていた。数日後、地元の図書館で廃駅について調べてみた。すると、その駅では昔、列車事故があり、多くの乗客が亡くなったことが分かった。その日以来、駅は使われなくなくり、 呪われた場所として地元の人々に避けられていたといい。俺たちはもう一度供養のために神社に行くことにした。神主は、その駅にはまだ魂が放公っている。といい、供養の儀式を言ってくれた。それ以来、奇妙な夢を見ることはなくなったが、廃駅のことは今でも忘れられない。数年後、廃駅は完全に取り壊され、新しい公園が建設された。だが、その場所に行くと、時折不気味な霊気を感じることがある。君も、 もし呪われた場所や廃墟に行くことがあれば、十分に気をつけた方がいい。何が待っているかわからないし、戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話。古い手紙。俺が大学生だった頃、アルバイトで廃屋の清掃作業をしていた。その廃屋は山の中にあり、何年も放置されていた。ある日、仕事中に古びた手紙の束を見つけた。 手紙は誇りをかぶり、封筒は黄ばんでいたが、興味本位で中身を読んでみた。手紙はすべて同じ人物宛てで、送り主は三重子という女性だった。内容は、家族や友人への感謝、そして、早く会いたいと書かれていた。しかし、手紙が進むにつれて、内容は次第に奇妙なものになっていた。 三重子は誰かに追われていると書き始め助けてという言葉が増えていったその夜手紙のことが気になって眠れなかった次の日地元の図書館で調べてみるとみえ子という女性が数十年前に行方不明になっていることがわかった彼女の失踪は未解決のままであり 地元では彼女の霊が放光っているという噂があった。手紙を読んだ夜、夢の中で三枝子が現れた。彼女は涙を流しながら、助けて、と囁いた。目が覚めたとき、全身が冷や汗でびっしょりだった。翌日、再び廃屋に戻り、さらに探索を続けると、地下室への隠し扉を見つけた。地下室に降りると、 そこには古びた家具とともに三重子の日記があった。日記には彼女が誰かに追われ地下室に隠れ続けていたことが詳細に書かれていた。最後のページには「見つけられた」と書かれており日記はそこで終わっていた。恐怖で震えながら地下室を後にし地元の神社でお祓いを受けることにした。神主は手紙と日記を見て。 彼女の魂を鎮める必要がある。といい、供養を言ってくれた。それ以来、夢に三重子が現れることはなくなったが、手紙の内容は今でも忘れられない。数年後、その廃屋は取り壊され、跡地には新しい家が建てられた。新しい住人がその場所で何事もなく過ごしていることを願っているが。 あの手紙に書かれていた恐怖は今も心に残っている。君も、もし古い手紙や日記を見つけたら、その内容には注意を払った方がいい。何が書かれているかわからないし、何が起こるかわからないから。2チャンネルの怖い話、屋根裏の影。俺が小学生の時、家族と一緒に古い家に引っ越した。 その家は築100年以上の古民家で、広いには床風な造りが特徴だった。しかし、引っ越してすぐに奇妙な現象が起き始めた。最初の出来事は、夜中に天井から聞こえる足音だった。家族全員が寝静まった深夜に、屋根裏で誰かが歩いているような音がする。両親に話すと、古い家だから音が鳴るのは仕方ない。と言われたが、 俺は不安を感じていた。ある日、学校から帰ると兄が屋根裏に上がってみようと言い出した。二人で梯子を使って屋根裏に上がると、埃っぽい空間に古い家具や箱が散乱していた。特に異常は見当たらなかったが、何かが見ているような気配を感じた。その夜、再び足音が聞こえた。眠れずにいると。 今度はささやき声が聞こえた。ここから出して、恐怖で震えながら布団にくるまって朝を待った。次の日、父にそのことを話すと、お祓いをしてもらおう。と提案された。地元の神社でお祓いをしてもらったが、現象は収まらなかった。むしろ、足音やささやき声はますます頻繁になり、家族全員が不安に陥った。ある晩、 母が「もう我慢できない」と言って屋根裏を再び調べることにした。屋根裏をくまなく調べていると一つの古い箱を見つけた。箱を開けると中には古びた日記と人形が入っていた。日記には「ここに閉じ込められた。誰か助けて」と書かれており人形はまるで生きているかのように見えた。その夜、日記の内容が夢に出てきた。 夢の中で、昔この家に住んでいた少女が屋根裏に閉じ込められ、助けを求めていた。目が覚めた後、すぐに家族に話し、再び神社に行くことにした。神主は日記と人形を見て、これが原因だ。と言い、丁寧に供養を言ってくれた。供養の後、足音やささやき声はぴたりとやんだ。家族全員がほっとしたが、 あの少女のことは忘れられなかった。家の改築の際、屋根裏に新たな供養の場を設けることにし、平穏な日々が戻った。それ以来、古い家には何かが宿っていることを実感した。君も、もし古い家に住むことになったら、特に屋根裏には気をつけたほうがいい。何が隠れているかわからないから。2チャンネルの怖い話。 森の音、俺が中学生だった頃夏休みに家族と田舎の祖父母の家に遊びに行った祖父母の家は山の近くにあり周囲には深い森が広がっていたその森には森の音という不気味な伝説があり地元の人々は決して近づかないようにしていたある日 好奇心旺盛なオレはその森に行ってみることにした。夕方、家族に黙って森に入ると、木々の間から奇妙な音が聞こえてきた。その音は風の音とも違い、まるで人が何かをささやいているかのようだった。最初は怖がらずに進んでいたが、次第に音が大きくなり、心臓が早金を打つようになった。 突然足元に冷たい感触を感じた下を見ると古いお札が散らばっていた怖くなり戻ろうとしたその時後ろから助けてという声が聞こえた振り向くと白い服を着た女性がこちらを見つめていた恐怖で全身が凍りつき全速力でその場を離れた 家に戻ると、祖父が心配そうな顔で待っていた。俺が森のことを話すと、祖父は真剣な顔で、その森には昔、若い女性が行方不明になったんだ。以来、彼女の霊が森に方向っていると言われている。と話してくれた。お札はその霊を封じるためのものだったのだ。その夜、 眠っていると再び森の音が聞こえてきた。夢の中で、あの女性が、助けて、と繰り返し囁く。目が覚めた後も、耳にその声が残っていた。次の日、祖父にお祓いを頼むことにした。地元の神社でお祓いを受け、森に再び近づかないようにと言われた。それ以来、 森には近づかないようにしたが、夏の夜になると時折、あの音が遠くから聞こえてくる気がした。君も、もし不気味な森に行くことがあれば、十分に気をつけた方がいい。何が待ち受けているかわからないし、戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話、見知らぬ隣人。 俺が一人暮らしを始めた時の話だ。新しいアパートは築年数が古く、家賃が安かった。そのわけ設備も古かったが、初めての一人暮らしに胸を躍らせていた。隣の部屋には引っ越しの時にちらっと見かけた中年の男性が住んでいた。最初の数週間は特に問題なく過ごしていたが、 ある夜、隣の部屋から奇妙な音が聞こえ始めた。最初は家具を動かすような音だったが、次第にそれはささやき声のようなものに変わっていった。音が聞こえるたびに背筋が凍りついたが、深く考えずに無視することにした。ある晩、ドアの向こうから誰かが壁を叩く音が聞こえた。 時計を見ると午前に時を過ぎていた。寝ぼけた頭で隣の部屋の男性が何かとラブルにでも巻き込まれたのかと思い、ドアを開けて確認しようとした。しかし、ドアを開けた瞬間、音はぴたりとやんだ。次の日、大家にそのことを話すと、大家は驚いた表情で、隣の部屋には誰も住んでいない。 と言った。数ヶ月前に中年の男性が亡くなり以来部屋は空室のままだという驚愕と恐怖で頭が真っ白になったその晩も奇妙な音が続き眠れない夜が続いたある日友人が心配してお祓いに付き添ってくれることになった地元の神社でお祓いを受け 帰宅したが、音は一向に収まらなかった。むしろ、音はますます激しくなり、囁き声もはっきりと聞こえるようになった。助けて、ここから出して、という声が聞こえた瞬間、恐怖が限界に達し、引っ越しを決意した。急いで荷物をまとめ、 翌日には新しい住居を見つけて移った。新しい場所では何も異常はなく、平穏な生活を取り戻した。数ヶ月後、古いアパートの前を通りかかったとき、ふと思い出して大家に挨拶をした。大家は驚いた顔で、最近またあの部屋に新しい住人が入ったんだ。と言った。しかし、 その住人も同じように奇妙な音に悩まされ、数週間で引っ越してしまったという。あの部屋には何かが残っているのかもしれない。俺たちはその存在を無視することしかできなかったが、あのささやき声が今も続いているのだろう。君も、もし新しい住居に奇妙な音が聞こえたら、早めに対処することを勧める。 何が起こるかわからないから。2チャンネルの怖い話。古い学校の地下室。俺が中学生だった頃通っていた学校には古い校舎があった。普段使われていないその校舎の地下室には。幽霊が出る。という噂があり。生徒たちは誰も近づこうとしなかった。ある日 好奇心旺盛な俺と友人たちは、その地下室に行くことを決めた。放課後、俺たちは人気のない校舎に忍び込んだ。古い扉を開けると、埃りっぽい空気が漂ってきた。階段を降りていくと、地下室のドアが見えてきた。錆びついたドアノブを回すと、キシムオを立ててドアが開いた。 中に入ると、薄暗い部屋には古びた机や椅子が無造作に置かれていた。懐中電灯を使って部屋を照らしながら進んでいると、奥の方からかすかな音が聞こえた。心臓が高鳴り、全員が息をのんだ。突然、背後から冷たい風が吹き抜け、誰かに肩を触られた気がした。 振り向くと、友人の一人が青ざめた顔で、誰かいる、とつぶやいた。恐る恐る懐中電灯を向けると、部屋の隅に人影が見えた。その影はじっとこちらを見つめていた。全員が恐怖で凍りつき、次の瞬間、一斉に逃げ出した。外に出ると、 全員が息を切らしながら震えていた。翌日、学校の先生にそのことを話すと、先生は驚いた顔で、その地下室には昔、ある生徒が閉じ込められ、命を落としたという話がある、と教えてくれた。その生徒の霊が今でも地下室にとどまっているというのだ。それ以来、 俺たちは二度とその地下室に近づかないようにした。しかし、夜になると時折、地下室での出来事が夢に出てきた。夢の中で、その影は、助けて、と囁くように訴えてきた。目が覚めると冷や汗でびっしょりだった。数年後、学校は改築され、 古い校舎は取り壊された。しかし地下室の話は今でも語り継がれている新しい校舎でも奇妙な現象が起こることがあり生徒たちはその場所に近づかないようにしている君ももし古い建物や不気味な場所に行くことがあれば十分に気をつけた方がいい何が潜んでいるかわからないし 戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話夜中の参道。俺が高校生の頃地元には、夜中に歩くと消える、と噂される参道があった。友人たちと肝試しをしようと決め、真夜中にその参道に向かった。道中、古い神社の前を通り過ぎると。 妙な静けさが漂っていた。神社にはお札がたくさん貼られており、地元の人々が何かを封じ込めようとしているようだった。参道に入り、しばらく歩いていると、急に霧が立ち込めてきた。視界が悪くなり、足元が見えづらくなった。友人の一人が、もう引き返そう。 と言い出したが他の友人たちは「もう少し進んでみよう」と言って聞かなかったしばらく進むと道の先にぼんやりと人影が見えたその人影は白い服を着た女性でこちらに背を向けて立っていた友人の一人が「おいあれなんだ」と声をあげると その女性はゆっくりと振り返った。顔は無表情で、まるで正気が感じられなかった。恐怖で全員が凍りついたが、突然女性がこちらに向かって歩き出した。全員がパニックになり、必死に走って逃げた。しかし、霧が濃くて道がわからなくなり、迷ってしまった。ふと気づくと、 友人の一人がいなくなっていた。探そうとしたが、霧の中で声も届かず、手は決して探すことにした。霧の中をさまよううちに、ふと足元を見ると、地面に古びたお札が散らばっていた。お札を拾い上げると、何か封じられていたものが解放されたような気がした。再び集合し、 何とか道を見つけ出して参道を抜けるとそこには見覚えのある神社があった急いでお祓いを受けるために神社に駆け込むと神主が「その道はかつて多くの人が消えた場所だ二度と近づいてはいけない」と言った翌日失踪した友人が戻ってこないことがわかり 警察に捜索を依頼したが手がかりは見つからなかったその友人は今でも行方不明のままだそれ以来あの参道には二度と近づかないようにしている夜中にあの道を通ることは決してしない君ももし不気味な参道に行くことがあれば十分に気をつけた方がいい 何が待ち受けているかわからないし、戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話、深夜の駅員。俺が大学生の頃、アルバイトで夜間の駅員をしていた。夜遅くまで働くのは辛かったが、駅はいつも静かで、特に問題はなかった。だがある晩、 奇妙な出来事が起こった。その駅は古く、歴史があり、昔から幽霊の噂が絶えなかった。俺は噂を信じていなかったが、その晩は少し違った。午前一時を過ぎた頃、誰もいないはずのホームから仕音が聞こえてきた。俺は驚き、ホームに出てみると、 そこには誰もいなかった。再び事務室に戻ると、無線から、次の列車が到着します。というアナウンスが流れた。しかし、その時間には列車が来るはずはなかった。恐る恐るホームに戻ると、古びた列車がゆっくりとホームに滑り込んできた。列車のドアが開くと、 宙から古い制服を着た駅員が降りてきた。彼は無言で俺を見つめ、何も言わずに再び列車に戻った。驚きと恐怖で動けなくなった俺は、その場に立ち尽くしていた。列車が静かに発車し、消えていった。翌朝、駅長にそのことを話すと、彼は深刻な顔をして、 その列車は戦時中に多くの人を運んだ列車で、事故に遭って多くの犠牲者が出たと言われている。以来、その列車の幽霊が現れることがある。と言った。その後、俺は夜間のシフトをやめることにしたが、あの晩の出来事は今でも鮮明に覚えている。君も、 もし夜遅くに不気味な列車や駅員を見たら、注意した方がいい。何が起こるかわからないし、戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話。湖の底。俺が高校生だった頃、地元の湖には底なし沼と呼ばれる場所があった。 地元では誰もその場所に近づかないようにしていたが、友人たちと肝試しに行くことになった。ある夏の夜、俺たちは懐中電灯を手に湖に向かった。湖畔に着くと、月明かりが湖面に反射して幻想的な光景が広がっていた。湖に近づくと、不気味な静けさが漂っていた。 友人の一人が、このあたりが底なし沼と言われている場所だ、と言い出した。しばらくその場所を調べていると、突然湖面が揺れ始めた。恐怖で全員が凍りつき、湖面に目を凝らすと、水中に何かが動いているのが見えた。次の瞬間、水面から白い手が伸びてきて、 俺たたちの足元をつかもうとした驚きと恐怖で全員が一斉に逃げ出した。家に帰ると、全員が無言のまま解散した。翌日、地元の老人にそのことを話すと、驚いた顔で、その湖には昔、村があったが、大洪水で村ごと沈んだ、と教えてくれた。 その村の霊が湖の底にとどまっていると言われている。とも、それ以来、俺たちはその湖に近づかないようにしたが、時折夢にあの白い手が現れることがあった。夢の中で、その手は、助けて、と囁き、湖の底へ引き込もうとする。目が覚めると冷や汗でびっしょりだった。 数年後、その湖は観光地として整備され、多くの観光客が訪れるようになった。しかし、俺たちは二度とその場所には近づかないと誓った。君も、もし不気味な湖や底なし沼のような場所に行くことがあれば、十分に気をつけた方がいい。何が待ち受けているかわからないし、 戻ってこれる保証はないから。2チャンネルの怖い話。廃墟の旅館。俺が大学生の頃、友人たちと心霊スポット巡りをしていた。ある日、地元で有名な廃墟の旅館に行くことにした。噂では。 この旅館には過去に火災で亡くなった客や従業員の霊が出ると言われていた。夜になると、俺たちは車でその旅館に向かった。旅館は山奥にあり、周囲は真っ暗だった。車を止めて懐中電灯を手にして進むと、朽ち果てた建物が見えてきた。壁にはすすが残り、窓は割れていて、 見るからに不気味だった。入り口に立つと、急に冷たい風が吹き抜けた。恐る恐る中に入ると、ほこりとカビの匂いが鼻をついた。廊下を進むと、床板がきしみ、まるで誰かが後ろをついてくるような音がした。友人の一人が、何かいる。とつぶやいた。ふと足元を見ると、 古びた鍵が落ちていた。その鍵を拾い上げると、突如として周囲が暗くなり、懐中電灯の光が弱まった。全員が息を呑んだ瞬間、遠くからかすかなささやき声が聞こえてきた。ここにいる。助けて。恐怖で全員が動けなくなり、その声が次第に大きくなっていく。 俺たちは一斉に悲鳴を上げ、旅館を飛び出した。外に出ると、全員が震えていた。翌日、地元の図書館でその旅館について調べてみた。その旅館では、数十年前に大火災が起き、多くの人々が逃げ遅れて亡くなったという。その後、旅館は閉鎖され、 廃墟となったが、霊が出るという噂が絶えなかった。特に、火災で亡くなった若い女性の霊が今も方向っていると言われていた。それ以来、俺たちは二度とその旅館に近づかないようにしたが、時折夢にあのささやき声が出てくることがあった。夢の中で、あの女性は、助けて。 と訴え続けている目が覚めると冷や汗でびっしょりだった。数年後、その旅館は取り壊され、新しい施設が建てられた。しかし、噂は今でも続いており、夜になると奇妙な現象が起こるという。君も、もし廃墟や心霊スポットに行くことがあれば。 十分に気をつけた方がいい何が潜んでいるかわからないし戻ってこれる保証はないから。